こういうペンタブのデバイスがあるかないかって、その作業の効率が全く違うので、これね、これだけ言いたかった。マジで。これめっちゃ言いたかったです。はい、どうも、宮田です。ご無沙汰しております。全然動画更新できなかった。めっちゃ忙しくて、動画更新できなかったんですけど、久しぶりに機材紹介の動画を更新していこうかなと思います。今回ですね、ここにもう出してあるんですけど、フイオンさんっていう液晶タブレットのメーカー、液晶ペンタブレットのメーカーさんから製品を提供いただいたので紹介していこうかなと思います。こう、液晶タブレットと左手デバイスっていう形で提供いただいたので、こちらを紹介していくんですが、これね、こう、今ここにあって、で、もう一個ここにあるんだけど、実はもう使っております。まあ、このチャンネル例のごとくなんですけれども、これね、実は届いたのが5月の11日とかなんですよ。で、今7月の、まあ、頭ですけど、4日、5日ぐらいに撮ってるんですけど、まあ、実に2ヶ月近く経っているわけですよ。フイオンさん、本当に申し訳ないなと思ってるんですけれども、マジで忙しかった。もう写真の撮影あり、画像編集あり、動画の撮影編集ありっていう感じで、もうめちゃくちゃ忙しくてですね、 YouTube なんて更新してらんねえっていう感じだったんですが、やっと落ち着いたので、ちょっと急ぎでね、更新していきたいなと思っております。はい、今忙しかったって言ったんですけど、まあ僕写真を撮影するカメラマンでもあり、画像を編集する、まあフォトショーでね編集するような仕事もしてたりするので、まあ実際今忙しかったって言った通り、もう何件も何件もこれで仕事をして、まあ、納品までしております。なので、まあ、実用上というか、まあ、2ヶ月近くね、使ったレビューになるので、まあ、その辺含めて、参考になればなと思っております。はい。ということで、ちょっと前置きが長くなってしまいましたが、早速動画の内容に行きましょう。レッツゴー。はい。久しぶりに撮ると流れがよくわからなくなってくるんですけれども、さっきも言った通りこうやってもう出していましてですね、今回紹介していくのが、このフイオンさんのカンバス13、カンバスプロ13 2.5K っていうのを提供もらったので紹介していきます。キャンバスかカンバスかちょっと定かではないんですけど、フォトショッパーの僕はカンバスを押していきます。あとはフイオンさんのミニキーダイヤルっていう左手デバイスになります。僕もともと別のメーカーなんですけど、ちょっとメーカー名出していいのかわかんないんだけど、別のメーカーなんですけど、液晶タブレット自体は使っていて、僕の業務で言うと、まあ外せないものになりつつあるんですけれども、まあその液タブから置き換えて使ってみてっていう感想になります。箱ちょっとどかしますね。で、まあ使用感ちょっと話す前に本体を見ていきたいなと思うんですけど、一回これ見てみますね。本体こんな感じの液晶タブレットになってまして、これ見て、めちゃくちゃ薄くない？めっちゃ薄い。1センチぐらい。厚みが1センチぐらいの、もうなんかこう、アーチのない、まあフラットな、背面も含めてフラットな、これなんかどっかのノートパソコンみたいだよね、フイオン。っていうものになっています。で、左側にこうカスタム割り当ての可能なキーが並んでいて、ここ上部にね電源ボタンがあります。で、こうサイドにね USB Type-C が2発ついてるっていう感じです。これは片方がデータで片方が電源みたいな感じになってるようです。はい。で、あとは、ついてくるタブレットスタンドがこんな感じの、本当にもうペラペラの、本体のデザインと同様にね、薄いものがついてきます。ベースの部分がプラになってて、こうやって立てる部分がアルミかなになってるっていう感じですね。こんな感じ。で、下にこうやってストッパーがあるんで、ここに乗せるっていう感じですね。角度調整に関しては、こうやってストッパーになる部分が2段階の高さがあって、で、こっち側に高さ調整がいくつか3つぐらいかなあるんで、まあ 3×2 の6段階かな。一番角度のある状態でこんな感じで、一番角度がない状態でこんな感じですね。個人的には写真編集の時は思いっくそ立てて使うので、一番高い状態にしています。だからこういう感じですね。こういう感じ、こう液晶タブレット見ながら、こっちの画面も見ながら、こうやって編集するんで、僕的にはこう寝てるとこうやりづらいんで、こうやって一番高くしてます。はい。あと付属品として、このバッテリーレスのペンがついてくるのと、あとはペンスタンド、こうなんかドーナツみたいな形、こう立てても置けるし、横にも置けるっていうペンスタンドと、あとこの中に、
こんな感じでペン先とペン先をこう抜いて交換するやつですねってのが入ってます。あとは接続に使うケーブル類なんかも入っているんですけど、これは違うな。基本的に多くの人が使うのはこれかなと思います。こういうね2つ USB-C の、端子が出ているものと、その先が HDMI と USB Type A のデータ通信用のやつですね、と電源を取る用のこの赤い USB Type A がついています。これをさっき見せたこのサイドのこの横にこう挿してやるとこんな感じで刺さるっていう感じですね。これはもう完全にこのフイオンのカンバスプロ13専用のものっていう感じだと思うんですけど、こんな感じになっています。まあ結構煩雑になる感じはしますよね。こうこっから出てるのもこう2本出てるし、その先が三つ股になってるんで、まあ割とこうなんか本数多めに見えるケーブルと、あとは USB のタイプ C からタイプ C のケーブルがついてきます。これは対応してるものだったらこれ1本でいけるっていう感じ。僕はこれちょっと短いんで、これ多分1メートルぐらいしかないんだけど、これ短いんで、別のサンダーボルトのケーブルをつないで使っています。はい。あとは、これ USB Type C から、Type A のケーブルなんですけど、ここは赤くなってることからもわかるように、こっちは電源用です。データ通信と、電源の USB 端子があるんですけど、この USB Type C でつないで、電源供給がこれだけで足りない、まあ、出力側ですよね。が足りない場合っていうのは、もう一本こいつを、電源側の USB-C につないで、電源を供給してやるっていう感じです。でもう一本が、電源の USB ケーブルの延長ケーブルっていうものが入っています。あとは、クリーニングクロスとか、グローブとかも入ってたんですけど、僕は、ちょっと別のグローブを使っているので、使っておりません。でさっきも言った通り、僕はこれ USB-C、まあ、サンダーボルトのケーブルなんですけどっていうのを1本 Windows のデスクトップに直接挿してやって、使っております。これで、まあ、電源も、データも、別に1本でね、いけるっていう感じです。はい。あとちょっと、まあ、先に内容物というか、説明していきますけど、このミニキーダイヤル、こいつですね。こっちを先に見ていきますが、ミニキーダイヤル、これ左手デバイスっていうもので、僕が紹介したやつだと、ここにツアーボックスエリートっていうのがあるんですけど、まあ、そういったものに近いものになってます。左手側に、こう、キーを、ショートカットキーだったりとか、コマンドだったりを割り当てて、まあ、作業の効率化を図るっていうものですね。で、ここにダイヤルがついていて、ここにボタンがあるっていう感じです。これ無線でも使えて、よいしょ、今ちょっと抜いたんですけど、こんな感じで専用のレシーバーがついてきます。このレシーバーちゃんとフイオンって書いてあるんで分かりやすくていい。これ、分からんくなるには何も書いてないレシーバーだと。あとはまあ有線でも使えるので、こういう C2A のケーブルがついてるよっていう感じです。細かい説明はちょっと後でします。じゃあね、早速このカンバス13 Pro、カンバスプロ13、毎回間違える、2.5K っていうのの、まあ操作性みたいなのをちょっと話していきたいなと思うんですけど、まあ大前提として、僕液タブめちゃくちゃいろんなものを使ってきたわけじゃないので、すごい詳しい部分っていうのは説明しきらん部分もあるんですけど、僕が写真の編集で使う分で言うと、実用上問題なかったなっていう感じです。で、まあ一番最初に、まあいいところというか、僕が気に入った部分っていうのを話していくとすれば 2.5K っていう解像度、Quad HD っていうものになるのかなって感じなんですけど、前まで使ってた液タブっていうのがフル HD だったの。1920×1080 っていうね。まあ、解像度としては全然足りないけど、まあ液タブの利便性として使ってたっていう感じなんだけど、2.5K になって写真の編集はもう明らかにやりやすくなりました。解像度っていうのは絵を描く、絵描かないからわかんないんだけど、想像なんだけど、絵を描くっていうのより、もうそもそも写真を撮った時点での情報っていうのが、解像度っていうものがね、大きいわけですよ。絵より普通のカメラでも最近のだと画素数めちゃくちゃ多かったりするし、まあ高画素機を使ってたりするともうとんでもない画素数になったりするわけで、それをこう表示しながら編集する、写真を編集する僕らみたいな立場の人間にとっては解像度っていうのがめちゃくちゃ重要だったなっていうのに気づかされたっていう感じですね。前フル HD のこの液タブでやってた時より明らかに見やすくなったし、編集がしやすくなったし、まあレタッチってこう僕の場合だとこう肌をきれいにしたりとか、まあ髪の毛切り抜いたりとか、もう細かい作業が多いわけですよ。まあそういうのがめちゃくちゃやりやすくなったっていう意味で、
この 2.5K のクワッド HD っていう液タブっていうのはめちゃめちゃいいものなんだなって思った。なんかこう編集する場所をこう拡大すればいいじゃんとか思うじゃないですか。僕もそんな感じはしてたんですけど、でも全然違いますね。もう編集のやりやすさ全然違うんで、フル HD でんって思ってる人は買い替える理由にもなると思います。あとはPhotoshop とか使っててもこうパネルが出るじゃないですか。パネルが出た時に情報量がフル HD だと表示できる情報量が少ないわけです。こう文字が大きくなっちゃったりとか、パネル自体が大きくなっちゃったりとかして、でそういう時にこうクワッド HD だとそのパネルって、まあ目が悪い人からするとちょっと見づらかったりもするかもしれないんですけど、小さくなるんで、小さくてもはっきり表示できるんでね、そういう意味でもこう作業領域の確保っていう意味でも利便性の高いものなんだなと思いました。これね、これだけ言いたかった、マジで。これめっちゃ言いたかったです。あと他の部分に関して言うと、僕はあんまり違いがよくわかんないんですよ、正直。色域に関しては sRGB の 145% とかだったかな。うん、145% で、コントラストが1200対1で、色支援の1670万って、まあ、8ビットっていうことですよね。で、IPS で178度の視野角があるっていう感じです。で、筆圧感知に関しては8192レベルあって、まあ十分かなっていう感じです。あとその液タブで結構重要な部分があるんですけど、この液タブにこうペンを置いた時に、このペン先とそのマウスカーソルの間にこうなんか差ができるやつがあるんですよ、安いやつだと。それめちゃくちゃ操作しづらいんで、まあそういうのはやめた方がいいんですけど、そういうこともありません。めちゃめちゃあのペン先にカーソルが近くにあるし、あとはね、この四隅に行くとこのペン先とマウスのカーソルがめっちゃずれるやつあるの。前使ってたやつは結構ずれてた、正直結構ずれてたんで、それに比べるとこのフンヨンさんのカンバスプロ13っていうのは四隅でも結構綺麗にペン先についてきてるなっていう印象です。はい、あとちょっと、本体見せるときに、説明し忘れてたんですが、これ電源ボタンはね、俺最初メニューの開き方分かんなかったの。これ電源ボタンしかなかったから、どうやってメニュー開くんだろうって思ったんだけど、これ電源ボタン長押ししてやるとこうやってメニューが表示されます。ここね、これをこのペンで実際に操作して明るさ変えたりとかコントラストを変えたりとかっていうのができるようになっています。変更できるのに関しては明るさ、コントラスト、サイド、まあ、色温度、色域、まあ表示する領域みたいなのが変えれるっていう感じですね。まあそれぞれをこうプリセットされてるゲームモードとかシアターモードとかにも変えれるっていう感じになっています。はい、そんな感じで、まあ本体の説明は今話した感じですかね。で次、このフンヨンタブレットっていうソフトウェア、コンソールソフトの話をしていこうかなと思います。これコンソールソフトに関しても、まあ割と綺麗に作られていてですね、ペンディスプレイ、これ今カンバスプロ13っていうのが出てるんですけど、プレスキーこの辺で、好きなキーっていうのをここの割り当てできるね、このキー自体に、こう割り当ててやって、まあ、自分の好きなショートカット、よく使うものとかをここで使えるっていう感じですね。でこっちのデジタルペンっていう方の、ボタン自体もこうやって変更することができます。筆圧の感度設定とかももちろんできます。まあこの辺は他の液タブとかと全然変わんないかなっていう感じですね。でさっき言ったこのカスタムキーの割り当てみたいなのなんですけど、ここプログラムっていうのがあってですね、ここにプログラムの追加っていうのがあって、まあいろんなソフトがこうやって出てくるんですけど、例えばここで Adobe の Lightroom っていうのを選んで、ここのプログラムに、まあ、組み込むわけですよ。で、ここでプレスキーっていうのを、まあ、Lightroom でよく使うショートカットキーっていうのをここに割り当ててやると、自動で Lightroom を開いてるときはそのショートカットキーが使えるようになります。これ非常に便利で、いちいち別のね、アプリを使うときに自分でこう変えなきゃいけないってなると、もう絶対使わなくなっちゃうんで、まあ、ここはしっかりできてるなっていう印象でした。はい。で、今、こう、フンヨンペンタブレットっていうソフトの話をしているのでついでに行きますが、こっちフンヨンさんの、ミニキーダイヤルっていう左手デバイスですね。これ今電源入れてやるとこうやって青く光ってますが、今これ無線でつながってる状態で、こいつもこういう感じでソフトウェアで操作することができます。でこいつはさっき言ったこの液タブにもあるこのカスタムキーだけを集めたみたいなものになっていて、まあ自分の好きなキーっていうのを割り当ててやって使うことができるよっていうものです。まあ今これ全てのプログラムとか Spotify とか Lightroom とかありますけど、まあここに自分の好きな機能を設定していくっていう感じです。設定自体は割と簡単で、設定したいキーをこう押してやって、まあ、キーボードの設定したいキーを押してやったり、マウスボタンのどのボタンを設定するのかっていうのを選んでやったり、使用するプログラムっていうのは
こうディレクトリで、アプリのある場所っていうのを設定してやると、そのアプリを一発で起動してくれるっていうやつですね。でシステムアプリとか、このスクリーンロックとか、まあ、スタートメニューとか、OS 標準の機能ですぐに立ち上げたいものっていうのを設定できたり、マルチメディアっていうね、音量の変更とか、再生一時停止とか、ミュートとか、まあそういうのができたり。あ、そうそう、この設定プレビュー、後でちょっと見せますけど、設定プレビューっていうのもあったり、クイックメニュー。これなんだろう、まだ使ったことない。ああ、そういうことね。こういうメニュー出せるんだ。で、クリックで使うっていうやつか。っていうのができるようになっています。マクロ機能とかはないのかな？あと、ダイヤル自体も、このズームイン、ズームアウト、ブラシサイズの調整、上下スクロールとかから選べるよっていう感じになっています。はい。ちょっと、使い方から先に説明しちゃったんですけど、反応するとめんどくさいんで抜きますが、これボタンのね、押し心地とかも悪くないですよ。これ。いくらだっけ？5999円でしょ。6000円にしては割と気持ちいい感じになってるような気がする。割と軽いんで、重さ的にはチープ感は多少あるというか、まあ質感はチープなんだけど、まあ6000円なんでしょうがない。うん、悪くない。このダイヤルに関しても、回した感覚っていうのは悪くないっていう感じです。ダイヤル自体がチープなんで、まあその回した感覚っていうのもチープ感は絶対あるんですけど、この回してる感覚自体は割とよく作られてるんじゃないかなっていう感じは。まあ、本体の機能性に関する話はこんな感じで、まあ以下、僕が使用してみた感じ、使用感の話をしていけたらなと思いますけど、液タブで多分一番安いのってこうフル HD とかのやつなんですよ。で、これクワッド HD っていうやつで、まあちょっと高いものだとは思うんですけど、まあ、だいぶ安くなってきたんですよね。これが5万円ぐらい、5万円いかないぐらいのものだと思うんですけど、めちゃくちゃこのスペックで考えたらめちゃくちゃ安いと思うんですよ。 2.5K っていうのがこんなに編集に影響するもんだなっていうのが、なんか 4K だったらもう一つ上のランクで 4K の液タブもあるじゃん。なんか 4K だったらだいぶ感覚変わるんだろうなと思ったんだけど、 2.5K でも全然違うというか、これ13インチだったら 2.5K で十分です。このカンバスプロの液タブで、もう一個上の 4K のモデルがあるんだけど、でこの 2.5K のモデルが13インチと16インチで、この上の 4K のモデルっていうのは16インチと20インチぐらいかなのやつがあって、24インチだった。でかっ。やっぱね、 4K っていうのは多分16インチより上ぐらいじゃないと分かんないと思う。このサイズで言うと 4K になると多分他の部分が見づらくなるし、13インチだったら、これ13インチなんだけど、13インチだったら 2.5K で十分っていう感じですね。で、なんだろうな、そのちょっと具体的にこう比較っていうのを見せれないからあれなんだけど、前使ってたやつ、なんかこう液タブの処理能力みたいなのも重要なのかよくわかんないんだけど、前使ってたやつだとフォトショップでこうバリバリやってるとちょっとこうもたつく時があったの。で、この左手デバイスが、まあ僕ツアーボックス使ってるんだけど、この左手デバイスで押してやってても反応しないみたいなのがあったんだけど、それがだいぶ少なくなったっていう意味で言うと、まあこっちの方がスペックが上なのかなって、そういう部分ね。なんかチップとかよくわかんないけど、まあ、そういうなんかスペック表に書いてない部分とかも、上なのかなとか感じたりもしました。あとさ、このさ USB-C1 本でつなげるのめちゃ良くない？ USB-C は本当にいいっすね。こんな液タブを動かすほどの電源供給もできるんだっていう。ちなみに USB Type-C、今僕はこれサンダーボルトのケーブルで、サンダーボルトの端子につないでるんですよ、マザボの。これが USB-C につないでいけるのか、ちょっと待ってみて。マザーボードに USB-C の端子なかった。サンダーボルトしかなかった。まあ、USB-C の規格ってちょっとごちゃごちゃしていて、まあ、僕は今サンダーボルトで繋いでるんですけど、そのマザーボードにある端子次第では、この1本だけでやるっていう、まあ、電源がどんぐらい供給できるかっていうのに依存すると思うので、まあ、その辺が、まあ、使う人のね、環境次第かなっていう部分であるんですけど、この1本でやれるっていうのはめちゃくちゃいい。あとはね、この薄さ、これ。この薄さめっちゃいいよね。あとは後ろのデザインとかも。めちゃめちゃ綺麗なデザインしてて僕は好きですね。もうそんなもんかな。あとはまあこのミニキーダイヤルに関してもまあ悪くないですよ。これ6000円でこれぐらいできたら全然いいんじゃないっていう感じはある。まあ正直、ぶっちゃけ正直に言うと、僕はもうバリバリこのツアーボックスエリートっていうものをメインの左手デバイスとして使っていたし、この2ヶ月の仕事の中でもこれをめちゃくちゃ使っていたんですけど、このツアーボックスとこいつを比べるのはまあちょっとかわいそうな部分はある。これもう3万超えとかするやつなんで。これと比べ、まあこれと比べたらやっぱこっちの方がいいよってなっちゃうけど、これ6000円で、まあさっきぐらいソフトウェアっていうのがしっかりできていて、まあこうダイヤルあって、キーがあって、
まあ、無線でも使えて有線でも使えて全然いいんじゃないですかっていう感じ。これね、前使ってたペン、多分まあ言っちゃうけど XP ペンさんの左手デバイスもあるんですよ。まああれも安いから、まあ悪くない値段なりっていう感じなんですけど、あれってこのスイッチがなんか中がシリコンだったの。シリコンのなんかベコベコベコってするやつだったんで、なんか押し心地がいまいちだったんだけど、これシザースイッチになっていて、まあ MacBook Pro、MacBook の、スイッチ、キーボードの、構造と一緒なので、まあ悪くないですね。耐久性も絶対こっちの方があると思うっていう感じです。まあこっちは正直あんまり実際に使ってはいなかったんですけど、 こいつはねマジでバリバリ使って、写真編集とかにも問題なく使わせていただいているっていう感じです。はい、今、主にね、使用感について、まあ、良かった点っていうのを述べたんですけど、気になる点っていうのをちょっとお話ししていくとすると、まあ、あんまない。あんまないんだけど、こいつね、最初俺この USB-C で繋げるって知らなくて、こいつで繋いでたんだけど、こいつをさ、あ、落ちちゃった。こうやって刺すじゃん。で、このケーブルのさ、なんか、ごちゃごちゃ感はすごいよね。せめてここを一本にしてくれたらよかったのになって思うのと、あとね、前やってたとこうやって後ろに垂らしますが、こうやってやるじゃん。で、今僕はここにメインのモニターがあって、まあ、こうなるわけですよ。こうなるわけ。で、さっきも言った通り、僕はここを立てて使いたい。なんですけど、これ立ててるとね、ここのメインディスプレイとの関係性で、このコードが、今こうデスクがちょっと広くなったからいいんだけど、ここがね、こう上に出るから、こうモニターにこうかかっちゃったりとか、ここにこうグッて力がかかっちゃったりとか、ここの上下に干渉してくるのが近いとね、ちょっと煩わしかったなと思います。まあ僕の場合はこれは USB-C を使うことで解消したんですけど、まあ、サンダーボルトがあるかどうかってすぐにどうこうできるものではないので、まあ、こうやってね USB-C だけで使える人ばっかじゃないと思うので、まあ、そこはちょっとこのケーブルを使うときは煩わしいだろうなとは思います。てか煩わしかった。あとはね、このペンに関して、ペンとこのペンスタンドに関してなんですけど、まあ安っぽいっす、正直。これ多分フイオンさんの多分上位モデル、プロってついてるから上位モデルだとは思うんだけど、それについてくるペンでも、まあ安っぽさは否めないっていう感じです。ここは以前使ってたペンタブメーカーさんのペンの方が質感は良かったです。最初持ち帰、今もうこれしか持ってないから慣れたけど、最初持ち帰った時、うわーって思った。正直。ここなんか付属はこれでも、なんかもう一個ね、上の上質なこう、ペンを出してくれたら僕多分買うんで、そこはちょっともうちょっといいものを作ってほしいなっていうのがあるのと、まあこのペンスタンドもチープです、正直。こうね。あ、言い忘れてたけど、これフェルトのペン先がついてるんで、絵描く人にもいいと思います。僕は使ってません。このペンスタンドもチープなんで、僕はデスクに置いときたいとは思わないですね、正直。はい。そんなもんですかね。で、さっきちょっとちゃんと確認して思ったんだけど、マクロ使えたらよかったね、これね。マクロ機能がないのはあれだけど、もしかしたらコンソールソフトのアップデートで来るんじゃないかな。あ、 あともう一つ気になる点あるとすれば、この左手デバイス、この形のやつは僕は正直馴染むまでにめちゃくちゃ時間がかかったんですよ。こういうツアーボックスのやつ、これの動画とかでめちゃくちゃこう馴染むよって言ったんだけど、こう同じサイズのキーがダーって並んでるって、こう覚えるのに結構慣れが必要で、こうなんか体に染み込んでっていうのがなかなか難しいんですよ。なんかそのヘビーにもう毎日使い続けるっていう人だったら多分馴染むと思うんだけど、たまに使うとかみたいな人からすると多分分かりづらいんじゃないかなとは思ってしまう。まあさっきも言ったけど、ここはまあ開発のね、かける予算とかも違う。この値段に出てるので違うと思うんだけど、まあ3万円超えと6000円なので、まあそこは価格なりっていう感じだとは思うんですけど、左手デバイス自体はめちゃくちゃ効率化できるデバイスなので、まあよくやる作業がある人とかはね、これも検討してみてもいいんじゃないかなと思います。うん、気になる点っていうのはそれぐらいですかね。基本的には別にそんな大きく気になる部分っていうのもなく、非常に便利に、もう何件使ったかな、もう10件ぐらい使ったと思うんだけど、仕事で使わせていただいております。ちなみにここからなんか気になる点っていうほどではないんですけど、提案というか、こういうのしてくれませんっていう要望があるんですけど、これさ、このペンをできればここにつけたい、俺は。これできないのかな、マグネットこの辺に入れてさ、ひとってつけれるようにしてくれたら、なんか他の液タブとかで見たことないんだけど、めっちゃ売れるんじゃないって
思ってるというか、まあ自分でなんかここにこうクリップつけて、こうなんかマグネットでつけれるようにできんかなって思ってるのと、あとね、ここのカスタムキーのところ、まあ触ってわかるようになってんだけど、うっすら光ってほしいなって思うわけですよ。この左手デバイスのさ、ここのロゴ光ってんじゃん。まあこういうのいいから、ここちょっと光ってくれんかなって思う。そこをね、提案というか、まあ、フーヨンの人見てくれると思うので、ご検討よろしくお願いしますっていう感じですね。はい。はい。ということで、今日はフーヨンさんのカンバスプロ13と、ミニキーダイヤルっていうのを紹介したんですが、カメラマンさん、まあ、最初に聞くべきだったかもしれませんけど、液タブ使いますか？みんな。僕の仕事で言うともう必須なんですよ。絶対いるんだけど、まあ、広告とか、まあ、広告とかっていうか仕事の写真で言うとレタッチって割ともうマストかなと思うんだけど、まあ、そういうレタッチをするときに、このペンタブ、板タブでも液タブでもいいんだけど、こういうペンタブのデバイスがあるかないかって、もう効率、その作業の効率が全く違うので、まあ、使ったことない人は、そのレタッチとかよくする人はね、ぜひ使ってみるといいんじゃないかなと思います。ちなみに、今回は機能とか、まあ、使用感の話をしましたが、液タブと僕もともと板タブ使ってて、まあ、どっちがいいのかみたいな話もしていきたいなと思ってるので、あとはペンタブの良さとかね、まあその辺もちょっと楽しみにしておいてもらえたらなと思っております。はい、ということで、今日はフーヨンさんのカンバスプロ13とミニキーダイヤルの紹介でした。普段はまあカメラとか写真とか撮影機材の話をしていくチャンネルになっておりますので、最近更新が滞っておりましたが、また時間ができ次第更新していこうと思っているので、ぜひ面白いなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をしていただけると幸いです。はい、ということで、今日の動画はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。宮田でした。バイバーイ。はい、久しぶりの動画でマジでやばい。これ撮り直しかもしれんな。どうしよう。撮り直ししなくてもいいか。マジで忙しかったんですよ。もうやばかった。どうしよう。もう自分の能力が低くていっぱいいっぱいになって大変です。